もご視聴のありがとうございます。今日は岩手県安比高原に今向かってます。岩手のですね、 N2 ステージさんが運営する車遊びコンセプトパークというエリアに今向かっております。そしてこちらで今回ですね、ジムニーのレースがありまして、ジムニースノートライアル2021というイベントでですね、これから開催になるんですけども、まあ、今回、今現地に向かっているのが、まあ、私助手席の方に乗らせてもらってます。で、今日のドライバーがですね、ちょっと私事情があって今日車の方を運転していきません。まあ、帰りにですね、うちで、サポートしてます不動光一選手の、車をですね乗って帰ってくるというちょっと段取りしてましたので、今日は、車乗っていきません。まあ、今日このこちらの市野さんにですね運転してもらって現場の方に今向かってます。先週も自転車のレースだったんですけど、で1週間後またレースというレース仕込みの2021年になりそうだなと、なんかそんな予感がしてます。まあ、今日もですね、まず自分の車は乗っていかないので、工藤浩一選手の車にダブルエントリーで、走ってみたいと思います。まあ、今日の走りの方は自転車と同様いい走りができるのか皆さん期待してください。あよっしゃ、無事到着しました。ここが、車遊びコンセプトパーク、車遊びザモーテルという、ロッジがここにあります。でここが入り口でですね、ま、場所の詳細も、ま、画面上に今載せたいと思いますので、こちらの方です。到着しました。篠さん、おはようございます。おはようございます。今日一日よろしくお願いします。これはトライバルチャンネルですか？そうです。それの一部で、あの篠さんの顔をすいません、あのチャップチャンネルと丸々の穴ということですので、こちらの、あのまた画面上に、チャンネルのちょっと広告の方出してもらいます。はい、お願いします。これが21、小一、30万。おはようございます。今年初のというか、だいぶ久しぶりの、あのレースです。まあ、あのね、こんな世の中ですけども、今年はね、ガンガンレースを、やっていこうかなと思ってますんで、ぜひ、ご参加の方お願いします。それでは、コースの方下見したいと思います。あれ、このチャンネル初出演かな、もしかすると。あ、じゃあねえか、トライバルチャンネル、これがかなりの、まあ、ジムニー業界、スピードトライアルの業界の中でもトップランカーの工藤浩一選手です。まあ、私と共に頑張ってきた戦友でもあるので、今日この工藤浩一選手の車でダブルエントリーしてみたいと思います。今日の意気込みお願いします。コロナに負けるな、タスです。ちょっと遠方ということで、かなりあの遠いらしいので、下見の方この辺で、まだスタートして 50m ぐらいですけど、これで下見の方終わりたいと思います。あ、こちら
地元の選手たち。はい、今日頑張ってね。はい。社長高橋道也さんです。よろしくお願いします。今日息子さんとのナルトダブルエントリーで今日の意気込みの方お願いします。今日はとりあえず頑張らないように走りたいと思います。頑張らないく頑張る、頑張らないように頑張ります。わ、はい、かりました。落ちないように、今日あ落ちないように、それ一番ですね、はい、無事帰れるように頑張ってください。はい、頑張ります。はい、さあ
きまして一寝しました。じゃあ本番予選ですか。一応予選始まるそうです。じゃあ行きます。頑張ります。はい。検討書いいよこれ。お。検討書の方。はい。本当に。はい。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。皆さんお気をつけて。つけてお帰りください。ありがとうございました。